どうもこんにちは。ファミコンエミュレーターを作るの続きを決めていこうと思います。今日から DMC の実装の方を進めていこうと思います。で、ファイス JS の DMC の音出す部分というのがここになるんですが、これ見つけてきました。で、何してんのかよくわからんので、で前回、これですね、これが DMC の話で、これが多分一番詳しく書いてあるので、まあ、ここをなぞりながら、こっちのコードを 見ながらね、理解していくという形になろうかと思います。はい。で、中身の、レジスタについては、すでに入れてあるので、それぞれ分解してね、突っ込んであるので、この辺のデルタ初期ボリュームとか、データ読み込み位置とかね、この辺はもうやってあるので、まあ、あとはね、SDVIKIあたりも見つつなんですが、なんかこれを見るか、こっちに行けあるのかな。多少、結構詳しく書いてあるかな。結構詳しく書いてありそうなので、まあ、いろいろなところを見つつね、理解していくというような形になります。はい。全然何やってるのかわからないんですけど、はい。まあ、やっていこうと思います。まずは、とりあえずは、鮮度をしないといけないので、これ、チャンネルは書き込んでるから、こっちですね。センダー鮮度をするみたいなことをやんなきゃいけないので、ちょっとこの辺をやっていこうかなというとこですかね。はい。で、まず必要なのは、まあ、それぞれの中身として送んなきゃいけないので、これがいいか。はい。何を送ればいいんだろうな。ちょっと、何を送ればいいかというか、また戻ってきたいという話を先にしたいんですけど、チャンネル5、3、4チャンネルですね。3、4チャンネルはまだやり残したことがあって、これか、これだ、これだ。これがレジスタへの書き込みの処理ですね。で、基本的にはこの IO2 ってやつにデータをぶち込んでるだけなんですけど、一部の処理で直接書き込みをしちゃうみたいなことをやってます。で、これをやらないと1チャンネルと2チャンネルに関してはレングスかな、レングスだから周波数ですね、周波数値がリアルタイムに変わってくれないのでおかしくなってたというのがあります。なんでここの2367については対応済みなんですけど、三角波の方もリニアカウンター、4008の時にリニアカウンターを更新するっていうのと、あと 400B かな、 400B の時に、周波数、90か、これ12、これ全部か、012の時に更新するってなってるな、これ3の時に更新、あ、そう、456の時に更新、7の時に更新、まあ、ちょっと読み間違えてた部分はあるんですが、一部ね、レングス、周波数に関しての値は、基本的に全部リアルタイムに変えていかなきゃいけないので、この辺の変えるっていう処理は、後でまた実装しようと思います。なんか、3ちゃんと4ちゃんに関しては、これやんなくてもそんなに変な音にはなってないっぽいので、やる必要あるのかなっていう気も若干してんですけど、まあ、もしかしたらこれでマリオのジャンプの音がね、直ったりするのかもしれないんで、やろうかなというところです。はい。で、今日は、あれだ。ごちゃんの方ですね。ごちゃんの方やっていきたいと。これもやんなきゃいけない。これ、ちょっと思い出したんで、これ先やっちゃいますね。ごちゃんのデータを、リードのステータスした時に送ってあげなきゃいけないんで、やってた。これはやってました。大丈夫でした。はい。OK。これは大丈夫でしたと。はい、次。これはなんだ？ウェーブコントロールで、ライトウェーブコントロール。これは別にいいのかな？セットチャンネル5デルタ。デルタコントロール。デルタカウンター。デルタカウンター。あれは、これはなんか自分で書き換えたかもしれないな。はい。全然わかんないんだよな。はい。これが実際やってることなんで、ここのことをちょっとコピーでおきたい。
デルタカウンター5個をずらす的なことやってるんで、この辺をちょっとこっちに持ってきておきますか。多分この辺の処理をこの辺りでやんなきゃいけないはずなんで、ドンと、はい、こんな感じです。サンプルカウンターが、ゼロかどうかなんで、アップデートサンプル、まあ細かく送る分にはいいでしょう。はい、アップデートサンプルカウンター、サンプルカウンターでいいかな。サンプルカウンターっていうのあるんだっけ。チャンネル5のレジスターにサンプルカウンターってなんだ、これ何が何かをちょっと対応づけないといけないな。はい、サンプルカウンターというのは何かというと何なんだ。サンプルカウンター13番のデータですね。0413のデータはサンプル帳か。サンプル帳を4ビットずらして足す1してさらに3ビットずらす。ほうそんなことすんの。プラス1バイトしてるから、ああ後ろに0001をつけるんだ。あ、なるほどね。だからサンプル帳っていうのはこういう形式にしなきゃいけないんだ。なるほど。じゃあこれはこれはいいですね。サンプル帳っていうのは13番目ね、13番目の値なんで、バイトカウントか。バイトカウントはなんかすごいでかい値になるんだな。アップデートバイトカウント的なやつを作りますか。はい、じゃあこれがこいつがバイトカウントなんで、はい、ちょっとここに辞書的な感じで書いておきましょう。はい、そしたら DMC イベントにバイトカウントというので U16 でいいかな。 U16 で間に合うだろうか。うん、バイトカウントというのを作っておきましょう。はい、じゃあそしたらこっちでよいしょ OK の DMC イベントでバイトカウントをもらってくるというようなことで、でセルフのバイトカウントをここでもらうことにしましょうか。はい、でバイトカウントないんでバイトカウントつけます。 U16 と、はい、でバイトカウントは、送んなきゃいけないのかな。送る処理はこっちか。これがめんどいね。ライト5チャンネルのライトのところでセルフのチャンネル5センダーにセンドで、 DMC イベントの、バイトカウントでバイトカウントを送ります。送る値はそのまま送りたいからセルフのチャンネル5の、レジスターのバイトカウント、あれレジスターのバイトカウントが見えないんじゃないこれ。あ、こっちか。バイトカウントが見えてない気がしたんだけど、見えるか。チャンネル5レジスターのバイトカウントでいいね。よいしょ。バイトカウントを送りましょうやと。バイトカウントが、あら、あれ、あれ、あれ。チャンネル5や、これ。はい。レシーバーの、あ、レシーバーじゃないよ。チャンネル5のレジスターね。だからなかったんだ。はい。レジスターのバイトカウント。バイトカウントは U8 なんで、バイトカウント自体は U8 にしとかなきゃいけないか。U8 にしといて、こっちのバイトカウントを受け取ったときに、ちょちょっと変えちゃいますか。バイトカウントはどうやったんだっけ。あ、あ、これか。はいと。バイトカウントは、これをやると。
B の値を4ビットずらし足す1して3ビットずらすということをやらなきゃいけないらしい。まず U16 と、あれ、こうか。それでこれになるか。3ビットずらすっていうのは何なんだろう。これ4ビットずらしてプラス1した値っていうのは確かにこれになるんですけど、これになるんだけど、L×16 プラス1バイト3410、まあ、ちょっとよくわかんねえな。なんか違う気がするんで、なんか違う気がするよということにしておきましょう。はい、まあこんな感じで、バンバがね、あのイベントを作っていきます。はい、でチャンネルカウンター行って、フリケンシーデータは、フリケンシーは、まあアップデートフリケンシー、フリケンシーはそのままもらうか。多分フリケンシーはね、フリケンシーは3ちゃんも4ちゃんも別個でもらわないといけなくなる気が若干してるんで、まあこっちも1個ずつもらうことにしましょう。フリケンシーで F をもらってくるというような感じですね。ああ、つうか、まあ、どうだこっちで必要なやつを決めてバーって書いた方がいいかな。こっちを、そうだね、こっちをなんとかするか。フリケンシーデータは、あ、そっか、フリケンシーデータは、そっか、あれか。フリケンシーデータは確か、なんかテーブルがあるんだ。これ。これね、多分テーブル、あ、これだ、これ。このテーブルをちょっと作っておきましょうか。よいしょ、テーブルはね、テーブルは DMC に作ればいいか。ここでいいだろうか。パブじゃなくていいか。これなんだけど、テーブルはなんちゃらテーブルであるから、よいしょ。これで、あ、こんな感じ。フレクエンシーテーブルというので、1,2,3,4,12,24 か。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 か、足し掛け算もできねえや。はい、フリケンシーテーブル、こいつがフリケンシーテーブルですね。はい。これがフリケンシーテーブルなんで、はい。フリケンシーテーブルですと。フリケンシーテーブルに入れる値が、これがフリケンシーのデータですね。で、これに and0x1f とかしてるけど、ウェーブベースカウントっていうのがなんかあるんで、これ何なんだろうね。これは何なんですかというと、ウェブベースカウントというのが何かあるぞと。ウェブベースカウントは、ウェブベースカウントっていうのの、なんかテンポラリーだな。ウェブベースカウントは何なんだっつうと、ちょっと待って、よいしょ。ウェブベースカウントは、ドットウェブベースカウントかな。はい。APU ランで何か作られるな。ああ、ウェブベースカウントは、そっか。今の、あれか。CPU クロック足してるから、これは、他のチャンネルで言うと、
なんだっけ、フェーズにあたるやつかな、多分そうです。こいつがフェーズなんで、ちょっと後で何とかすると。でチャンネル5アングルっていうのは多分いらないデータなんで、この辺は無視する。でサンプルカウンターはもうあるね、サンプルカウンターある。でウェブレジスターにロムで、ああロムからデータ持ってきてんだ、はい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 。ウェブチャンネル5レジスターっていうのは、ウェブチャンネル5レジスターっていうのは別になんてことはないね、ただのデータ置き場ですね。うん、ウェブ5レジスターはなんかテンポラリーな値のやつなんで、ここに波形データが入ると。波形ね、はい。でロムから読むためにこのサンプルアドレスなんちゃらっていうのが、これがスタートアドレスでしょう。スタートアドレス的なやつで、ここに足してるから、スタートアドレス、まあいいのか、これがまあスタートアドレス的なやつですね。ここで足してるけど、これがどんどん動いていくという値になると。で CPU クロックプラス4してますけど、これはいいと。でサンプルカウンターはいい。でレジスターがあって、カウンターを足してってと。あ、カウンターが何か何だかして、サンプルカウンター引いてる。はい。でセットチャンネル5デルタ。あとないやつ何なんだこれ。あ、デルタカウンター。IRQ イネーブルってやつは、なんかこの辺で何かあったよね。IRQ が何とかみたいな。これね。これが IRQ イネーブルでしょう。toIRQ ってやつが IRQ イネーブル。IRQ イネーブルっていうか、あ、まあ、いいのか。IRQ イネーブルだったらっていうことになってんでしょうね。これがね。10番の40 を見る。10の40。10の40だから、この辺か。これか。有効フラグですね。これが有効フラグだから、これね、これが有効フラグ。見てるだけですね。で、チャンネル、デルタカウンター。デルタカウンターはバンバン使って、あ、デルタカウンターないか。はいはいはい。これが、デルタカウンターが、なんかまた別にいるね。デルタカウンターっつのが、デルタなんちゃらかな。デルタカウンターですね。待てよ、これデルタカウンターは11番の 7F なんで、11番の 7F、 これですね、デルタカウンターですね。でループフラグは、10番の40あるかな。ループフラグはなんか下の方にありそうだけど、ないね。あ、これかな？うん？ toIRQ か、これは。これは IRQ か。これが IRQ イネーブルか。40だから1個下か。これが IRQ イネーブルだ。これが IRQ イネーブルで、こっちが、待って。これが、40だから1個下か。1個下の。これか。ループフラグか。これがループフラグか。ああ、なるほど。これがループフラグだから、ループフラグと。これがループフラグだ。フリケンシーインデックスが見てないな。これがループフラグで、ループフラグがあったら、デルタ、セットチャンネル5デルタってやつをなんかするんだ。だから、なんかこれでループするってことですね。はい。あとは、
フリケンシーインデックスとバイトカウントくらい、あ、バイトカウントあるか。フリケンシーインデックスないね。フリケンシーインデックスは、フリケンシーインデックスは10番なんだけど、10の 0F これか。ああこれか。フリケンシーデータで見てるから、フリケンシーデータで見てるやつだから、これはいいのか。フリケンシーデータとのセットだ。フリケンシーデータとセットだから、フリケンシーテーブルっていうやつプラス、これがフリケンシーインデックスを見なきゃいけないやつだ。だから こんな感じで見なきゃいけないと。はい、OK かな。これでこれで全部対応づいた。スタートアドレスある、バイトカウントある、あららららら、他データカウントさっきやったね、あるあるある、大丈夫か。こんなもんかな。うん、まあ、こんなもんなんで、ちょっと今回はまとめるだけになっちゃったけど、こんなもんの、この辺のデータの、読み替えで多分この辺読み取れると思うので、次回この辺をしっかりとコード化していこうと思います。はい、ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価お願いします。では。